DJ ミカ。さあ、DJ ミカです。今日はヒップホップニュースお届けしたいと思います。カイリー・ジェナーがカイリー・コスメティックスで姉のケンダルとコラボしました。それでカイリーは自分のインスタグラムに、プロモーションビデオを載せたんですけれども、その時にトラビス・スコットのアンリリースドソングが使われていました。そしてカイリーは今までもトラビス・スコットのハイエスト・イン・ザ・ルームとか自分のカイリー・コスメティックスのビデオに使ってました。このカイリー・コスメティックスのビデオ気になる方は URL 説明欄に貼り付けておきますのでチェックしてみてください。トラビス・スコットは今年アルバムをリリースするんじゃないかっていう噂もあります。このビデオに使われてた曲リリースされるんでしょうか。楽しみに待ちたいと思います。以上ニュース211でした。定期的にヒップホップニュースアップしてますので、ぜひぜひ読者登録、そしてこの動画が良ければグッドボタンもよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。